露天風呂があって、その深さが約 1.5メートル、だから立ちながらお風呂に入るという形になります。ここです。そっちぐちゃぐちゃだから嫌。ぐちゃぐちゃだから嫌。最終日、最後まで走り抜いてくださいね、ラクーンさん。
出発前の最後の一杯のためにお湯を沸かし始めました。ねえクレーン楽しかった ね、 ね、はい、どうぞしっかり食べて。お湯が沸きました。どこから見てもどこに置いてもツリーモクタ。さあせっかくコーヒーが入ったのでどこで飲もうかなと思います。ダバダです。はい、昨日一晩お世話になりました、ビフエキャンプ場を出発いたします。支笏湖が目の前に広がっていて非常に快適な綺麗なキャンプ場でした。北海道の最後の夜を締めるキャンプに、とってもふさわしいキャンプ場であったなと思っています。それでは、これからキャンプ場11時チェックアウトなので出まして、フェリーに乗るまではちょっと時間がありますが一応ノープランなので、まあ、ちょっと港近くでブラブラしてゆっくりしようかなと思います。はい、おるきした。はい、はい、お世話になりました。気持ちいい道ですね。まっすぐで。両脇に高い木があって、こういうまっすぐな広い道を走ってると北海道に来たんだなという感じがしますし、何よりこの私が大好きなラクーンでですね、北海道の街っていうか北海道の道を走ってるということがやっぱ何より嬉しいです。本当に夢が実現したなという感じがします。また、定年した後にですね、時間があれば日本一周いろいろ回ってみたいなという、また次の夢をですね持ってですね、また帰ったら仕事に一生懸命励みたいと思います。はい、苫小牧の、もう港の方に着いてるんです。ちょっとお腹が空いたんで、丸友食堂ですかね、っていうところに行ってみたいと思って向かっています。ただもうお昼なのでちょっと混んでて入れないかもしれないですね。あ、これかな。すごい行列ですね。これは諦めます。丸友食堂の近くのなんか食堂にテイクアウトって書いてあるので、テイクアウトしてクエアとサラダ食べようかと思います。うわー、丸友食堂すごいすごい行列です。
マルトマ食堂すごいですね。今から公園に行ってクレアと散歩しながらカレーも食べようかなと思います。はい、クレアお待たせ。ちょっと待ってよ。もう散歩じゃないんだまだ。はい、今から公園に行くからちょっと待ってて。いやーもう荷物いっぱいです。はい、クレアです。目的地は右側です。お疲れ様でした。はい、これがホッキ貝カレーです。うまそう。あ、いい匂い。まだ熱々ですよね。ホッキ貝がいっぱい入っております。うまそうです。うまっ。クエアめっちゃ美味しい。クエアとホッキ貝カレーと飲みながらご飯を食べたいと思います。キラキラ公園です。いい名前ですね。これへ行こう。また石を拾ってます。はい、受付が終わってました。現在時刻が4時10分、5時過ぎからのご案内ですということなので時間はあります。普通のとことは違うところから
入るみたいです。船の反対側から入るので、この誘導灯の車などをついていってくださいという指示がありました。船の大きさが違いますね。はい、船を入れます。はい、シッツ。はい、シッツ。はい、はい、はい、これがきれい。あと、お父さんのお部屋。100色メガネ東京赤身